ベジタリアンよりもさらに厳格な菜食主義者。ビーガン、肉や魚だけでなく、乳製品や蜂蜜も全く取らない、完全菜食主義を実践している人たちだ。ところが、そんな極端な生活を続けると、健康になるどころか逆に生命の危険に陥ってしまうと、若い米国人女性が自らの経験をもとに強く警告する本を刊行し、注目を集めている。イギリス、デイリーメールやアメリカ、ニューヨークポストなど複数のメディアがこの件を報じている。米国カリフォルニア出身のジョーダン・ヤンガーさんは2年前、23歳の学生時代にライフスタイルをヴィーガンに改め、自分の金髪にちなんで、ブロンドヴィーガンと題したブログを始めた。食生活を変えた当初は、自分が浄化され、身体から毒が抜け、胃の具合も良くなったように思えて、アドレナリンとエネルギーが満ち溢れてくるように感じた、という。ヴィーガンとしての健康的な生活を公開したブログや、インスタグラムも多くのフォロワーを集め、約59キロあった体重は、48キロ足らずまで減った。ところが、ヤンガーの身体に徐々に異変が起こってゆく、体力が落ち、ハイな気分は消えて常に疲労感に苛まれるようになり、唇は青く変色し、髪は抜け、肌はシミだらけになった。月経は6ヶ月間、全く来なくなった。身体に力が入らないので、パソコンの操作もベッドの上。それでもブログとインスタグラムでは、ヴィーガンであることの素晴らしさを演じ続けなければならなかった。ヤンガーに転機が訪れたのは、ブログを始めてからちょうど1年後。やはりオルトレキシア、健康的な食事に執着しすぎる、摂食障害に苦しんだ経験を持つ友人のアドバイスに従って、魚を食べ始めたことだった。すると、少量のサーモンを食べる食生活に変えて1週間も経たないうちに、月経が再び始まった。間もなく卵も食べるようになり、ブログの読者に嘘をつきたくなかった彼女は、ヴィーガニズムと決別すると告白した。するとフォロワーは一気に1000人も減り、一部の過激なヴィーガンたちからは、殺害するという恐喝も受けた。そんなショックを乗り越えて、ヤンガーはヴィーガンとしての生活とそこからの決別を振り返った著書、ブレイキングヴィーガンを出した。今も相変わらず多くのフルーツや野菜、スムージーをとっているが、同時に魚と卵、たまに赤身の肉も食べている。バランスの良い食生活になって、すっかり健康を取り戻した彼女の今のブログのタイトルは、バランスとブロンドという。